アリスギアアイギスはコロプラより配信されているスマートフォン用武装カスタマイズアクションゲーム2018年1月22日サービス開始 DMM よりパソコン版が配信されている略称はアリスギアプレイヤーが隊長となってアクトレスの少女たちを指揮して戦うアクションシューティングゲームゲーム内の設定では プレイヤーは少女たちを指揮し、戦闘をサポートするが、実際にはキャラクターを直接操作して戦う。ゲームはメインストーリーと調査、イベントに分かれている。突如地球圏に飛来した謎の機械生命体、バイス。現代兵器の一切通用しないバイスらに人類が、なす術はなく、絶滅を防ぐため人類は、月面の近くを利用した宇宙船、シャードを建造。 地球を放棄し、宇宙へと旅立った。長きにわたる、奔走の中で、人類は10代から30代までの女性のみが引き出す、ことのできる、高次元エネルギーを発見する。高次元エネルギーこそが、バイスのシールドを打ち破る鍵であることに気づいた、人類は、そのエネルギーを用いた大イバイス兵装アリスギアを開発。高次元エネルギーを引き出す適性を持つ者は、 人類全体からすればわずかではあったものの、こうして人類はようやく、バイスと戦う術を得た。それから3世紀。タイバイス組織、イージスが設立されたことや、アリスギアの安全性の向上、バイスそのものの個体数の減少により、バイスの脅威は減少。少女たちがアルバイトで駆逐する害虫と認識される存在になった。アリスギアの装備適性のある女性は、 アクトレスと呼ばれ、適正と免許さえ取得すれば、イージス及びそれに認可された民間企業を介して、バイスクジョへと参加できる立派な職業となっていた。ゲーム本体は、最新バージョンを逐一配信する形をとっている。そのため、講義にメンテナンスと呼ばれるプレイ不可能時間は存在しない。プレイに際しては、どのモードも時間関係なく連続して、 遊ぶことができる、スタミナフリー性をとっている。任務クリア時に、シェルと呼ばれる報酬を手に入れることができ、これらのシェルは解析することでランダムに武器や、進化素材といったゲーム内アイテムに変換できる。シェルは、プレイヤーレベルに応じて、所持数上限が決められており、シェルの解析は、最大4つまでを解析した後、その採用までの待機時間が設けられている。 シェル所持数が上限に達した場合、任務を熟すことは可能だが新たなシェルを入手することができない。ホーム画面、通知のみならず、バトル画面中のコンフィグも充実しており、ターゲット設定から操作に使うボタンの配置までカスタムすることが可能。プレイアブル化しているキャラクターをスカウトもしくは無料配布で入手することが可能。 すべてのプレイアブルキャラクターは CG で、立体的に360度を再現されている。重力、電撃、霊撃、勝利の4つの属性が存在し、同一属性の敵に対しては受けるダメージが小さい、代わりに自身の攻撃が弱くなる。1から4までのレアリティがありそれぞれ服装や固有スキルが違う。同一キャラクター内においては所有しているレアリティに限り別の服装や、 SP スキルを付け替えることが可能。更衣室では、信頼度の上昇や衣装、アクセサリーの着せ替えができる。スカウトで排出キャラクターが被った場合には、上限突破しキャラクターの上限レベルが引き上げられ、各種ステータスが微細上昇する。また、各種ステータスのバランスを変更した、アナザーキャラクターが存在している。キャラクター3人で1つのチームを編成し、戦うことができる。 リリース直後こそタタイトルとの競合で集客に苦戦、したがユーザーに寄り添った運営やこだわったゲームシステム、適切なマーケティングによりにより着実にユーザー数を増やした。その結果株式会社コロプラの取締役子森崎、一鉄が2018年に成功した新作ゲームに本作を挙げ多くのことを学んだと語り、 さらに株式会社ことぶき屋による立体化が想像以上に成功したとした。他に2019年9月期の第一四半期のコロプラ連結決算では今年に入り初のアップストア売上ランキングでのトップ30入りを果たしたことが収益面でも結果として現れていると名指しで示された。出展アクトレスのキャラクターにはしげこ坂に アクトレスとして所属する際の履歴書が設定されている。外伝やコラボイベントの登場人物については別項を参照。本項ではアクトレスである登場人物のみを扱う。ただしエミッション適性はあるがアクトレス免許を所持していないものすでにアクトレス活動を引退した者はアクトレス以外の登場人物に含める。重子坂製作所村雲工業エンパイア中野清 アマルテア女学院マスメディアジスジス特別、高等部特殊部隊ベルクラント、東京支社ノーブルヒルズホールディングス、ラスコルプロモーショングループオカチマチアクトレス、協会人難サポートハサミ、メンテナンスマウンテンウィッチソビエト科学、アカデミー東京警備、カレージウォーカーズその他のアクトレス本校では、アクトレス以外の登場人物を扱う。ただしエミッション的性はあるが、 アクトレス免許を所持していない者、すでにアクトレス活動を引退した者は本校に、含める。しげこ坂製作所、しげこ坂製作所整備部ジス使用人物の親類、その他の登場人物高次元エネルギー兵装アリスギアを使用し、機械生命体バイスと戦う存在。ギアの起動に必要なエミッション能力を有する者が、当局の認可を受け就任する。 エミッション能力保持者は、年齢的、性別的偏調から、思春期の女性であることが多い。アクトレスの登録に関しては、エイギーズネットに、個人情報が登録されている。これは指揮者権限を持つ人間のみ、閲覧認証可能。ちなみに未成年の就労に関しては、アクトレス業務での臨時対応を含むため、届出が必要になるが、 労働基準法に記載されている22時以降の出撃も可能となっている。組み立て式、フィギュアブランド、プリスティンガールズのようにアクトレスを元にしたグッズも販売されており、グッズを販売した業者から使用したアクトレスの所属先に使用料が支払われる。しかし所属先からアクトレス本人に支払いがあるかどうかはアクトレス事業者による。タイバイス兵装の総称。 核兵器でも爆心地でしか打撃を与えられないバイスに有効な唯一の兵器。ギアは、いわゆるパワードスーツのようなもので獅子を包むように身につける。その駆動には高次元エネルギーを必要とするため、エミッション能力者しか使用できない。企業にとっては、技術力アピールの場でもあり毎年のように新作ギアが発表されている。また、制御がかかっており、 戦闘中に味方を誤射することはない。他にバニーティアラやメリーパーティーの遊バーツには小型の簡易浮遊パーツがついている。ギアに組み込まれているものと概念は同じで電池で機能している。ギアの保管、メンテナンス、装着にはドレスハンガーが必要。東京シャード内のドレスハンガーのシェアの9割はヤシマ重工製である。一部の田舎では 武装排出水力を抑えた型落ちギアが農作業に利用されたり、エミッション能力のない一般人が使用する外部動力ギアなどがある。正式名称はムーンシャード。機械生命体バイスに追い詰められた人類が絶滅を防ぐために月の近くを分割して製造したコロニー型宇宙船。月の近くを砕いて作った大きな宇宙船に地球の環境をテレポートドライブにより、 近くごと入れたもので、地球文化の継承のために人類が地球圏を離れた21世紀、前後の街並みがそのまま再現されている。バイスから直接攻撃されることは基本的にない。そのため、宇宙船なのに化石燃料が出たり、未知の生物が住んでいたり、無人島シャードがあったりするが、海はほぼ人工物である。生活者の精神衛生上の観点から、 地上層や地下層の前天モニターには空が映し出されている。元となった地域に合わせて東京シャードというように様々なシャードが存在する。シャード間の移動は高速線を利用する。シャードは何、層にも重なった構造になっている。居住区の天井を上とすると、上から食料生産や備蓄、シャード管理を担う。地上、第二層、空気浄化や、 天候制御などの環境維持を担う地上第一層、市民が生活する居住区、地下交通網をやがす、水道などのインフラを担う地下第一層、宇宙港や工業地帯、重力発生を担う地下第二層の順番で構成されている。アクトレスの発着ルートは地下第一層にある。地下の管轄権はトラベルオーダーにあり、警察の権力が及ばないことから一時は、 犯罪者の潜伏先になっていた。宇宙船の船底部分には多少の機能不全が発生しても問題ないよう多めに環境維持設備が設けられている。人類と敵対している機械生命体。何を目的にシャードを狙うのか、どこから来るのかなど詳細は不明。また、なぜ生命体と称されているのかも不明。方向のようなものを挙げることがあるがあれは 音波ではなく一部のアクトレスにしか感知できない頭に直接響く何かであると説明されている。第4章にてたまたま人類が目についたから襲ってきているというわけではなく、いわば前線基地にあたるバイスコロニーで戦力を整え、人類あるいはシャードを目標に計画的に攻撃してくることが判明しているが、シャード本体への直接的な攻撃はあまりない。 ゲーム開始時点では、すでにそれほど大きな脅威ではないと言われている。一般人の感覚だと、怖いのはスズメバチ、小型バイスらしく、危機意識の低い声も多い。既存兵器による攻撃は位相をずらすシールドによって、ほとんど無効化される。バイスに対する有効な打撃は、エミッションコアから放出された粒子の影響を受けた、アクトレスによる攻撃しか確認されていない。 ちなみに、バイスの名前に統一性のあるものとそうでないものがいるのは、発見者が命名権を持つからである。すでに観測されているバイスに対し、同型でありながら脅威度が低い個体が発見された場合、クリサリスという分類コードが使用される。また、確認済みの個体でも、不確定要素がある場合には名称に、ボギーをつける。小型バイス大型バイス2010年に、 コナミデジタルエンターテイメントより発売された、プレイステーションポータブル専用ゲームソフト、武装新規バトルマスターズ。その開発を担当したピラミッドを通じ、個人的に信仰のあった、ピラミッド代表取締役である、柏木淳一と、同じく武装新規シリーズに手キャラクターおよび、メカニックデザイナーをしていた、島田文兼、海老川兼武、柳瀬隆之らで何か。 また一つゲームを作ろうという話が出たことがきっかけとなり開発がスタートした。2017年7月25日にジャンルを武装カスタマイズアクションゲームとして正式に発表。その際すでにメディアミックスとして株式会社マックスファクトリーのフィグマシリーズから平坂四つゆのフィギュア化、そして株式会社コトブキアより女神デバイスシリーズとして アズマカエデの商品化が発表された。また、これらのメディアミックスのためのありすぎアイギス立体商品化プロデューサーには、コナミにて発売されていたアクションフィギュア武装新規シリーズにてプロデューサーを担当していた鳥山ト,トリオが就任。加えて、ダライアスシリーズで知られる対等のサウンド開発部門ズンタタがゲームサウンドを担当すると発表された。 2017年7月30日には、ワンダーフェスティバル2017夏にて、女神デバイス、アズマでの試作原型の展示が行われた。同様に9月に行われた第57回全日本模型ホビーショーでも女神デバイスの展示及び、フィグマの商品化決定告知が行われた。2017年11月9日に公式サイトのリニューアルが行われ、 続いて2018年1月9日に1月22日にリリースすることが発表。2018年1月22日に予告通りリリースされ以来サービスを継続している。2018年5月にはことぶき屋のプラモデルシリーズであるフレームアームズガールとのコラボレーションが発表され、後にゲーム内で TB アニメフレームアームズガールのキャラクターとどろきがみなり、 スティレト、バーゼラルドが実装された。2018年11月には、プラモデルとしてもコラボ中である、メガミデバイスとコラボレーションし、メガミデバイスのキャラクター、ソルラプター、ストライクラプターが実装された。2018年12月から2019年1月に、かけて、メディアミックス作品、ストライクウィッチーズとのコラボが行われ、ストライクウィッチーズのキャラクター、工藤義香。 リネットビショップ、ゲルトルートバルクホルン、エイリカ・ハルトマンが実装された。2019年5月からグラフトアートショップにてグッズが販売されている。当初は期間限定の予定であったが後に継続して販売されることになった。2019年6月には DMM ゲームよりパソコン版の配信がスタートし、以来サービスを継続している。 以前コラボしたコトブキヤの TV アニメフレームアームズガールの劇場版公開を記念して再コラボが実施された。新規プレイアブルキャラとしてフレズベルクが実装された。2019年8月にはゲームバトルガールハイスクールの配信終了を機に同ゲームとコラボレーションしバトルガールハイスクールのキャラクター、星月美希、常磐くるみ、千道院サドネ、 メンボクミシェルが実装された。2020年1月には配信開始2周年を記念して、秋葉原、日本橋のキヤショップにてイベント、ありすぎアイギス2周年記念キヤコラボイベント、インキヤが開催された。キャラクターの等身大パネルや、試作商品の展示、限定品の販売などが行われた。2020年3月から、新生 PC 版である。 DMM ゲームよりクライアント版の配信がスタートした。クライアント版ではゲームパッドやタッチパネル式タブレット PC が使用可能になった。同月ゲームデッド・オア・ライブ・エクストリーム・ビーナス・バケーションとのコラボが実施され、同チブのキャラクター、カスミ・マリー・ローズが実装された。2020年4月には2019年末に 発生した新型コロナウイルスの世界的流行により一部運営計画の延期や変更がなされた。当ゲームは過去イベントの復刻が稀であったが、事態に伴いアンケートで上位にランクインしたイベント、松竹より愛を込めてが復刻配信された。2021年1月には配信開始3周年を記念して、秋葉原、日本橋の寿やショップにてイベント、 アリスギアアイリス3周年記念コトブキヤコラボイベント、インコトブキヤが開催された。キャラクターの等身大パネルが展示、限定品の販売などが行われた。当初、試作品の展示なども企画されていたが、新型コロナウイルスの流行を鑑みて中止された。発売元、株式会社台頭発売元、株式会社ピラミッド2021年9月15日より、メガハウス、 コトブキやマックスファクトリーの3社が発売するコラボ商品の特典として展開され、各商品にそれぞれ付属される QR コードを読み取ることで視聴が可能である。タイトルは、ありすぎアイギス時、アクトレスだらけのマーメイドグランプリ、エンディングテーマ挿入歌。ありがとうございます。